全くの未経験で中途で転職っていけますか？えりこです。なつみです。グラッドキューブ TV です。このチャンネルでは私たち現役の広告代理店社員がウェブマーケティングの役立つ情報を解説してあります。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。今回はウェブ広告代理店での仕事、ウェブ広告の仕事について現役の広告代理店社員のお二人からリアルな話を聞いていこうと思います。具体的にはお二人が勤めているブラッドキューブという会社の求人情報から、その具体的な内容をリアルに伺っていこうと思うんで、よろしくお願いします。お願いします。ちょっとまずブラッドキューブってどんな会社なのか、ちょっと簡単にお願いできますか？グラッドキューブは2007年に設立いたしまして、今期14期目の会社でございます。で、ウェブの広告の代理事業と、あとサイト解析改善のためのツール、サイテストというものがあるんですけれど、そのツールの自社開発ですが、それを提供させていただいている事業と、あとはメディア事業ですね。最近競馬盛り上がってるんですけれど、野球とかサッカーとか競馬の勝敗予測を AI で行っているメディアがありまして、YouTube でも今すごく盛り上がっていますが、この3つの事業を展開している会社になります。お二人は広告事業の担当ということなんですよね。です、です。まあ、お勤めは何年目なんですか？私は7年半ですね。私が4年目になりますね。で、お二人は新卒で入られて、今も続けてらっしゃるということですね。です、です。今回、この中途採用の、広告事業部中途採用の求人情報からなんですけれども、まず必須条件として、Excel、Word、PowerPoint の基本的なスキルとあるんですけど、実際にどれくらいのスキルがあった方がいいんですか？Excel については、レポートとかを作成したりとか分析をしたりっていう時に使うんですけれど、やっぱり関数、VLOOKUP とか IfError とか、そのあたり結構使えますね。ただ、その入社のタイミングで必ずしもそれ全部知ってなくちゃいけないとか使わなくちゃいけないとかいうわけでもなくって、もう入っていただいて覚えてもらえれば正直いいのかなと思ってます。ただ作業内容としてはそうした関数使っていくので、それが特に苦じゃない方がよろしいかなと。私は入社した時サムしか使えなかったんで、サム関数だけでやってて、で入ってからそのレポーティング業務を任される、まずはやっていって数をこなしていこうっていう話があったので、そこでどんどん関数を効率的なのにはどうしたらいいかをもっと考えて考えて考えて、でその中で関数使っていくようになったぐらいなので、最初はサムが使えれば OK ですっていう感じで思っていただければいいかなと思います。最初から使える人ってね、使えるに越したことはないけれど、全然もう作業やる中で覚えてってもらえればいいかなと。これってどうするんだろうっていうのを自分で調べられる方だったら、もう全然大丈夫なのかなと思ってます。ググれれば OK ってあ、ことそうそう、ググれれば OK、最低限ググれることです。結構な頻度で使うってことですよね、Excel の関数は。それは毎日ぐらいかもしれないですね。毎日使ってますね。ひな型作っておけばもうそんなに入れなくてもいいんでしょうけれど、やっぱり計算式とか誤ってる可能性もあるので、それもちょっと分かっとかないと直しようもないので。じゃあまずは Excel を毎日使うっていうことを覚えておいていただけるということですね。次に営業経験、顧客接触経験1年以上ってあるんですけど、これってどれくらいのスキルが必要ですか？正直、今までお客様とやり取りをしたことないとかの方も多く来ていただいてて、普通にコミュニケーション取れたらいいんじゃないですかね。なんて言ったんでしょう、もう本当にビジネスとしてのコミュニケーション、もちろん礼儀礼節とかもそうですし、特にだから営業経験ないとダメとか、お客様と接触いっぱいしてないとダメとか、そういうわけではないんですよね。あるに越したことはないんですけれど、っていう程度で。会社によりますよね。うちの場合だと、その営業をやる人間と運用をやる人間が一緒だったりしてるんですけど、会社さんによっては、代理店様によっては結構、
運用は運用、接触は接触、お客様対応、お客様対応する人みたいな感じで分けてる場合もあると思うので、その会社さんによってまちまちなのかなと思いつつ、ことうち その求人情報でいうと、やっぱりお客様とある程度会話する機会が多い会社なので、もう、なんていうかな、普通に日常会話ができてです。るぐらいでいいんじゃないかなとは思いますけど、日常会話が大事です最低限、対人恐怖症じゃなければ大丈夫だよアイスブレイク大事ですね、ミーティングでは、カチカチしすぎるとお客様も、ね、緊張してしまうですよね、コロナの時期だとほとんどウェブ会議ですからね、そうですね、でワードについてはいかがですか、ワードって、まあ当社で言うとほぼ使うことないです、契約書ぐらい、ないですね、でワードじゃなくてパンポだったら提案資料とか社内会議用の資料とかもそうですし、ただ高度な技術って特にいらないかなと、高度な技術ってなんだよって感じですけどそれは分かるまあたまにねセミナーとかウェビナーとかをさせていただいたりもするんですけれど、そのぐらいの時にちょっとアニメーションがちょっと使えますよとか、基本的にはね、文字が打てて、なんかまあ図を差し込めたりできて、まああとはそれを整えることができたら大丈夫じゃないかなって思います。でも本当に基本的なところだけで大丈夫ってことですね。次に関連要件として基礎的なマーケティングの知識ってあるんですけど、これってどんな感じですか？基礎的なマーケティング知識、まあマーケティングの用語として結構一般的な、まあ、3C とか5フォースとかそういう感じかなと思うんですけど、別にそれを知らなかったからといってどうこうってわけでもなかったりします、あるに越したことはないって感じで。どうですか？そうですね、私おまけの知識とかは、まあ、新卒で入った時はもうなかったですよねっていう、経営学部とかでも全然なかったですし、分かんないですという感じで来たんですけど、やっていくうちにそのお客様の、まあ、案件が来ました、でその広告打ってくださいって、まあ、依頼が来て、でじゃそれを成功させるためには目標設定とかがあるわけ でその達成するために広告でどれだけ何て言うんでしょうね、目標を達成しなきゃいけないのかっていう数値が決まっていったりとか、まあ、その中でやり取りの中で大体の何だろうなここから売り上げが黒字になるんじゃないかとかの話とかもざっくばらにしてくださるお客様もいらっしゃって、あなるほどなっていうのとか、あとマーケットはちょっと違うかもしれないですけど、その今のトレンドとか感染症とかもある中 で下がってるお客様もいれば売り上げが上がってるお客様とかもいるっていうので、まあ、このトレンドが来てるんだっていうのをなんか市場からこう感じ取ったりするっていうのは別に誰でもできることなので、基礎的にこの知識がないとマーケきついですよっていうのはないかなっていうのは思っています。一般的な経済ニュースとか、時事ネタに敏感であることって感じ、意外とそれ重要ですよね、ツイッタートレンドとかもよく見るんですけど、なんでこれが今話題になってるのかとかね、確かにこのハッシュタグについて知ってるかどうかとか、そう自分の考えなんですけれど、ただある人の方が見てるかもしれないですね。欲ですか？欲がないと、なんでこれ売れるんだろうとかってあんまり感じ取ることができなかったりするので、消費者目線で立てる人がやっぱり向いてたりとか、あとまあ身近にある例えば電車乗ってる時とか、ふと目にするものに、まあ、興味を持つとか、こんな広告あるんだなみたいなとか、それに全く興味が持てなかったらもしかしたら向いてないかもしれないですね。逆に考えると長釣りとか見て、あ面白いなって感じる感性は結構生きるってことですよね。めちゃめちゃ生きますよね。広告文とかもうちで考えることがほぼほぼなので、お客様の商品ですけど、こちらで一
一番広告としてはこれがベストなんですっていうものを提示する必要があって、でそのためには小手先というよりかは、まあ、普段からこう見るものとかで売れるコピーだったりとか、そういうのも見る機会が多ければ多いほど刺さる広告も考えられたりとかすると思うんで、大事だと思います。その欲、確かに欲は大事、うん、今結構多分転職とか広告代理店とか挑戦してみたいなって人は一生懸命こう勉強しなきゃと思ってるかもしれないんですけど、まずは身近なところから敏感になっていく、うん、欲を出していくっていうところは結構大事なんですね。ですね。なるほど。で次、歓迎要件の中に Google 広告認定資格所持ってあるんですけど、これってどうやって取るものなんですか？ああ、これ簡単、簡単って言ったらあれかもしれないんですけど、オンライン上で申し込みができて、そのまんま自分のパソコンとかで申し込んでそのまま受けて、で、まあ、合格不合格っていうのがすぐ出てくるものになるので、特に何でしょう、費用とかも発生しませんし、あと勉強方法としても何でしょう、公式のページとか、あとヘルプページとかを見ていただいて、まあ、学習してもらったら、まあ、問題ないかなっていう感じの試験ですね。全く知識がない人だとどれくらいの勉強期間が必要なイメージですか？全くないとどのぐらいだろう、1ヶ月とかかな、2ヶ月私は2ヶ月とかですね、うん、ただ早い人だと、まあ、それこそヘルプページの読み込みとかが必要です。申し込みこそ簡単なんですけど、多分取得するまでに一定の水準を満たさないとダメなので、やっぱりどのぐらいだろう、読み込む時間考えても1ヶ月ぐらいあれば取れる人もいるでしょうし、うん、あんまりその資格の勉強に時間取れない人の方と2ヶ月かかったりとかするのかなとは思いますけど、普通の働きながら夜とか休みに勉強して、だいたい1ヶ月から2ヶ月ぐらい、そうですね、空き時間、うん、これって何個もあるんですよね、確か資格自体はですね、検索、ディスプレイ、動画、モバイル、ショッピング、アプリ、なんかちょっとたまにテストが変わっちゃうんですよ、ね、そう、すぐにテストの内容も変わっちゃうのは Google さんの、うん、まあいいところかなんというか、まあ常に最新になっていくって感じで、うん、ただ、まあ、気をつけなくちゃいけないのが、例えば昔やってましたっていう人が今受けてもすぐ受からない可能性ありますね、うん、結構情報が刷新されてるね、うん、実際全くの未経験で中トレ転職っていけますか？いけます。お、そこ。いけますが、まあ、全ての人ができるとかいけるとかじゃなくって、うん、本当にウェブの広告ってすごく情報のアップデートのスピードが速いんですよ。なのでなんかずっと同じことしたいとか、まあ、情報収集とか苦手とか、そもそも検索できないとか、うん、そういう人は正直向いてないですね、うん、まあ、本当に貪欲に情報アップデートを追いかけてそれが楽しいと思える人が向いてるかなと思ってるので、なので未経験でも大丈夫ですけど、まあ、そこができるかできないかかなと思います。実際エリコさんはその面接も担当されてるんですよね？担当してますね。実際かれこれ2年半ぐらい担当してるような。結構中途で未経験の方に来ますか？来ますね。来ますし、すごく未経験で、あ、この人と一緒に働きたいって思う方とかもいらっしゃいます。実際じゃあ採用となった方でどんな感じの人が実際活躍してますか？そうですね、やっぱり自ら行動であったりとか、うん、積極性であったりとか、うん、で考え方もポジティブで、例えば結構ベンチャー企業なので移り変わりといいますか、なんかいろいろ方向転換することもあったりするんですね、うん、でもその変化に柔軟に対応できる方、うん、とか、あとはやっぱり他者のことを、まあ、しっかりと話を聞いたりとかして、うん、自分の意見だけじゃなくて周りの方とも、まあ、それぞれの考えを尊重し合って、うん、対応できる方がやっぱり活躍してるかなとは思います、うん、そも
そもウェブ広告のシステム自体はすごいアップデートが早いんですよね。早いですね。もうあっという間ですね。昨日のがもう使えないですよね。そうです。もうなんか連絡のないままアカウントとかいきなりアップデートしたりするので、あれはちょっとびっくりな時もありますけど、まあそれも含めて柔軟に対応できるっていうのもやっぱり一つ必要ですね。ですね。まとめると、中途で未経験でチャレンジする方に大事なのは欲と好奇心旺盛なこと、そして変化に強いこと、この3つですね。ですね、はい、いかがでしたでしょうか。参考になりましたか。このチャンネルでは私たち現役の広告代理店社員がウェブマーケティングに関することをたくさん発信しています。ぜひ高評価、チャンネル登録、ツイッターのフォローよろしくお願いします。もし何か質問とかありましたらぜひコメントください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。